はい、えー、皆さん、こんにちは、大野伸也です、えー。今回もブックレビューをお届けしたいと思います。えー、今回は家族の幸せの経済学、えー、というこちらの本なんですけれども、えー、こんな感じですね、えー。著者は山口慎太郎さんという方で、えー、東京大学経済学部政策評価研究強化センターの准教授でいらっしゃいますね。えー こ今回の著作が初の著書ということなんですけれども、えー、面白いと思ったところはですね、まさに経済的なあ、えー、家族という,、まあ、こうソフトなものをですね、経済学で分析してみたというところですね。えー、私の中で面白いと思っているところがありますので、それをですね、 皆さんにシェアしながら進めていきたいと思います。はい えー、こちらですね。ちょっと準備が悪くて申し訳ありません、えー。こちら見ていただくと、家族の幸せという経済学、ここですね。えー、というのが大体6部構成になっていまして、えー、結婚、出産、赤ちゃん、お母さんの働きやすさ、お父さんの子育て、えー、幼児教育という感じになっているんですけども、 まあここにもちょっと書いたんですが、家族のライフサイクルというものを意識して章立てをされていて、まあ、この部分がまず、えー、自分のそれぞれのフェーズを考えて、人生のどのフェーズにいるかということを考えて、まあ、どの章を読むかをこう絞っていくとですね、面白いデータが得られるのかなと思います。えー、この動画では、あまあ、各章の中で私が面白いなと思った部分を、ね、ピックアップして、えー、凝縮するというよりはピックアップしてお、えー、届けして、 いいきたいと思いますまず構成のところで面白いなと思ったのはその,その、まあ、ライフサイクルの部分ですよね、はい、ライフサイクルの部分が面白いと思います、えー、そしてですね、えーまあ、私、私、私は公私というふうになっていますけども、えー、当然その集約していくと私と公というのがあるんですけれども 幼児教育ということに関しては、ある意味公的なものもありますので、第五章に関しては、一つ、こう、経路の違った、集約的な章となっているかなと思います。このあたりで私の、こう,う、ソーシャルイノベーターみたいなね、そういう力をう出せるところがあればいいなと思っています。そして、経済学ってじゃあ何だろうっていう、そこの部分なんですけども、経済、 というものを考えていったときに、数字上でカウントできるものを扱うという部分、数値化できるものを扱うという部分、まあ、つまりですね、統計的に分析できて、グラフや表で表現されるもの、まあ、そんなような、あなんていうんでしょうかね、うん、ものを通じて、じゃあそこから読み取れることは何だろうという、社会的に読み取ったり、えーまあ、私たち家族の生き方、 が、まあ、まさにね、幸せになっていくための何かヒントがあればいいなというところで見ていただけばいい本だと思います。はい、で早速なんですけれども、じゃあその結婚というところでね、じゃあ結婚まずあの生まれて子供で成長して結婚していない状態で最近の結婚のってね、どんな感じなのかなみたいなところで、これが一つ面白いデータかなと思ったんですけども、 マッチングサイトというのがありまして、出会い系サイトなんていうことで、あまり評価は高くなかったはずなんですけども、なんとですね、ここの本のデータ、2019年の、ごめんなさいね、何月だったかな、2019年の7月でしたでしょうかね。 7月30日に出ている本なんですけども、その段階で2割の人がなんとそういうものを使って結婚していると、昔はですね、お見合い率が何パーセントなんていうデータも調べればあると思うんですけども、まあ、時代の変遷というのを感じることができます。そしてもう一つ、結婚というところの数字、興味深かったのは、職場での出会いというものが3割、 の方は職場での出会いで結婚されているということなんですね。それ以外は7割というところで、まあ、これはね、あまりあの言いたくはないんですけれども、不倫になってしまうパターンも、職場が男女比率が多いと上がるなんていうこともありましたので、お互いね、男女比率が多い職場の皆さんはですね、ああ、なるほどと、仕事とプライベート、分けられるようで分けられないんだなということはね。 えー、認識しておいてもいいのかなと思います。そして、えー、構成上2つ目の出産と赤ちゃんに関して、えー、少しいきたいと思いますね、えー。ここで面白いなと思ったデータは、まあえー、2つピックしているんですけども、れほども出生体重というところですで。日本人としてちょっとだけ危機感というのを持たる。 なきゃいけないなと思ったのは2 5 0 0グラム未満いわゆるその出生体重が少ない人ですねそういう人は9.5%、まあ、約10%近くいらっしゃるということなんです10人にお1人いるかいないかぐらいということになりますでこれはまあ別に体重が少なくても問題ないんじゃないかと思うかもしれないんですが次のところを見ますといろいろね関係性が あ統計的に分かってきているということで、えーまあ、せ世界的に見るとおその、まあ、低い方なんだということで、まあ、これはお母さんたちの生き方ということになるかと思うんですが、えー、たくさん栄養をとってお子さんを太らせるという行動性に、ねえー、つながるデータなので、まあ、私としては重要なんではないかと思い取り上げました。 中国がね、2.4ということで、えーまあ、体格のいい、えー、子供が生まれる率が多いというのは、これは、あの、本の中ではあ一番トップになってましたね。はい。えー、というところで、二つ目のところを見ていくと、もうちょっとその理由がわかるかと思うんですが、出生体重が10%アップすると、えー、どうなるかということなんです。3 0 0 0ム うまあね、あの4キロの赤ちゃんとか、まあ、産むのは大変だと思うので、まあ、必ずしも出かければいいとい,う,という,ことうことではないとは思うんですけども、まあ、あ統計上ですね10%増えていると20歳で IQ が0.06、まあ、これは結構、ね、微妙な数字かもしれません、まあ、あ高卒率は1%所得も1%、まあ、微増とはいうものの因果関係が、ね、あるということとか。 生存率も体が大きい方がいいということもありますので、えーまあ、そこまで強烈なその因果関係は示されてはいないもののやはり小さい赤ちゃんより大きいはある程度ですね2500を超える3000近くですね、えー、ある赤ちゃんが生まれてくるっていうのがいいのかななんていうことでうんお父さんお母さんの、まあ、結婚された後子供が生まれる時にはあ、まあ、一つのね えー、お母さんの体を大事にして、えー、旦那さんもねいたがってあげて栄養をとってあげて、えー、子どもの,のまず10ヶ月という期間にね体を作れるようにしてあげるということが大事なんじゃないかなっていうような幸福な姿がねちょっと見えるんじゃないかと思いました。 そして3つ目のお立てでお母さんの働きやすさ、あまあお母さんに関する育児事情についてという部分なんですが、えー、これは1つだけピックアップしました。えー、比較がなされているのが1年の育休というのと3年の育休というのがありました。つまり3歳までしっかり見るというパターン、えー、お家でですね。で1年間しかまあお仕事休まないということで。 えー、パターンなんですけど、これは仕事だけサイド、子供サイドというのではないんですけども、仕事サイドだけで見た場合、1年だけ取られた方は、5、60%が、えー、仕事にね、えー、就職されている率が上がっているということだったんです。3年の育休があっても、ー1%ぐらいしか就業率が上がっていないと。つまり3年経つと、お母さんたちが、 再び仕事に就くというハードルが大きく上がってしまうというようなことがあーデータとしてはね載っていましたなのでこの著者からすると1年育休がベストじゃないかという,うまあ,あの論調なんですけどここは私の考えだと必ずしもそうではないというかですねまあ1年の育休でいいとは思うんですけども、えー、2年目3年目2歳3歳の時に どう働けるかっていうことを、まあ、グラジュアリーというか、えー、段階的に引き上げるというか、段階的に復帰を促すみたいな形で、えー、パンと戻るんじゃなくて、そ,のそういうあの会社の側の配慮とか、社会的な配慮というのができると、もっと滑らかに、えー、できるのかななんていうのは思いました。必ず1年で、えー、復帰しなきゃいけないとか、まあ、グラジュアリーという意味では、 まあ徐々にということで、2、3ヶ月も一番大変なので、もっと早くあの1年も、ね、待ってられないというお母さんたちもいるかとは思うんですけども、うんそういうところは、まあえー、たとえ1時間でも働きたいというようなあ職場の提供とかね、いろいろ考えられるとは思いますその。育児スペースのある職場とかね、いろいろこうアイデアはあると思うんですが、まあ、こういうような数字が出ていました、まあ。お母さんたちを大事にするということは、 えー、社,会を社会の、まあ、子どもを大事にするということであり子どもを大事にするということは、えー、社会の未来を大事にするということですから、えー、すごく、ね、大事なポイントだと私は思っていますそして、えー、4つ目の小立てのところでお父さんの子育てというのが出てきますでお父さんの子育てというのもお あのすごく大事でお父さん自身にとってもまあ子供自身にとっても大事でえ人間力をこうお父さんがつけた時に職場でのパフォーマンスが上がるなんていうことがえ知られてきていますのでここに関しては要は取るのか取らないのかっていうことをお父さんたちがちゃんと決められるかどうかあっていうことだっていうのがこの本の中での論調でしたねでまあ数字の面でピックアップしたのをちょっとお伝えすると えー、1993年から2011年のデータですが、あお母さんたちは58%が育休を取りますというデータでした。でお父さんたちはなんと、えー、5%、20人に1人しかあー取っていないということでしたね、まあ。ここの本の中にグラフがあるんですが、これでもかなりぐっと5%まで頑張って上がってきたというようなグラフになってました。しかし、こと世界を見ますとですね。 どううでしょうフィンランド8割以上スロベニア7割5分以上スウェーデン7割以上デンマーク6割5分以上スペイン5割5分以上、まあ、ちょっとグラフからね私があのざっくり読み取った数字なんですけれどもまあ上位だけね上げてるのでまああのまあ強烈な違いだなというか、まあ、世界基準の高いレベルだとこうなんだなっていうのをまあ感じていただければいいと思うんですが取って普通だっていう国 もある取った方が過半数だという国もおあるので、えー、積極的に育休を取りつつ、キャリアプランを作ると、えー、いうことっていうのが、まあうんまあ、提案としては、ね、ありなのかなと思っております。多様性のある職場環境という面でもね、えー、組み合わせていく経営者の能力とか、 システム上の改善とか、そういうものも望まれていくと思います。はい、で、最後に、じゃあ、幼児教育という部分なんですけども、まあ、ちなみにごめんなさい、えー、離婚親権に関しては、家族がある意味、ライフサイクル上崩壊するみたいなとこだったので、えー、あえてね、ここでは取り扱わないんですけども、小、えー、立てとしてはあ,のありますので、 えー、気になる方は見ていただければいいと思います。はいえー、と私が面白いなと思ったその幼児教育に関する一つのプロジェクトが紹介されていたんですが、えー、ヘックマン教授という2000年にノーベル経済学賞を取られた方の、まあ、プロジェクトが載っていて、幼児教育というものを、うん、施したときにどうなるんだろうという調査をしたみたいなんですね。でえー、高校卒業 をちゃんと卒業しきることができるかっていう割合がね、えー、ちゃんと皆さん卒業できるようになってアップしてたとか、大人の時に就職している率もアップしているとか、所得も多くなっているとか、まあ、逆に生活保護を受給率、受給する人は少なくなってて、警察で逮捕される人も少なくなっているなんていうデータがありました。で、なんでだろうっていうのをまあ考えた部分も少し載っていたんですが、そこで出たキーワードとして、 社会情緒能力だろうというふうに言われておりました。で、えっと、情緒をこう、情緒的能力を鍛えるっていうのが、まあ私の中でも今テーマになっているんですが、紙芝居の動画とかを上げているんですけども、えー、社会的情緒能力を増やすということが、えー、まあ、学業優秀とか所得アップっていうのはもちろんなんですが、犯罪をしなくなるっていう意味で、 社会的効果が高いっていう意味で経済損失がなくなるっていうふうな見積もりもあるんですね。それがここに書いてあるプログラムの費用対効果、年収,年収益率7.7%なんていう数字が出されていて、株式の実質収益率っていうのが5%だっていうふうにそこには書いてあったんですけど、それを超えてるよねっていうことで、幼児教育に対する投資資本の投入っていうのは、 えーまあ、投資家として見てもお、社会科学者として見てもあの、グーなんですね。これをかなり、えー、結構声高に言わなければいけないのかなっていうのが、まあうん、一般の家族のことではないかもしれない、社会的なに大きな声を言うとすると、えー、そういうところなのかなと思います。そこに人材とお金が えー、ガッと入ることによって、社会情緒能力を,をきちんと搭載した、えー、子どもが生まれると。で、これはあのーまあ、去年ですね、えー、厚労省の,その幼稚と保育の,あの指導書というかを、ね、拝見したんですけれども、まあ、本当によくできていて、これをその通りやることによって、今まで、えー、できていなかった社会情緒能力のなかった えー、子どもたちだとか、まあ、大人に対しても有益性があると私個人的には思ったんですね。なので、生涯教育として、えー、幼稚園、保育の教育っていうのをこう、積み残しがね、必ずある。要は、えー、小学校や中学校のカリキュラムみたいに、これを必修で取らないとあのテストが点取れないっていうものではなくて、それぞれの情緒能力を伸ばすっていう、いろんなこう、あのー、理想像というのかな、良い定義がなされてるんですね。 でそれをこう、どこかがないからこそ、社会でうまくいかないパターンっていうようなあ、なんていうのかなあ、構造性がすごく読み取れましたので、ここは、あのー、すごくプッシュして、えー、社会的にもプッシュしてい,いっていいところだと思います。また、そういう保育の活動とかに、えーまあ、おじいちゃん、おばあちゃん、えー、現在のお父さん、お母さん世代、お兄さん、お姉さん世代、すべての人がこう関わることによって、 上場能力をさらに伸ばしコミュニケーション能力のある社会というものが形成されまさしくその資本がね生きてくるという社会になるというようなことがあ私の中でのまあそうなってくると家族っていう定義がねまあこう、うん、世界だったりとか日本全体とかね、えー まあそういう広げてね考えることもできるかなと思います。まあ、それぞれの読み方があると思いますので、あの私の中での読み方で面白いと思ったところをちょっとピックアップして動画で撮らさせていただきました。えー、まあ解釈をね含めるとこう結構盛り上がると思うので、別の読み方と皆さんのご意見やご感想やコメント等ありましたら、ぜひお寄せいただければ幸いです。では 今回も見ていただいてありがとうございました。